次に伊佐真一君。公明党の伊佐真一です。本日質問の機会をいただきましてありがとうございます。本会議の議論を聞いておりまして思ったのは、どの党の皆さんも子ども子育て支援に対して、その支援自体に対して反対する方はいらっしゃらないのかなと。で、法律の中身は給付と負担があります。で、給付というのはどういった支援をするかです。で、負担の部分はその支援をじゃあどういった形で負担をするのかと。で、本会議でもほぼほぼ議論になっていたのは負担の話だったかなというふうに思っておりまして、で、給付の部分については、例えばもっとやれというお声はあったと思いますが、だ方向性もやっぱ反対ではないというふうに思ってます。で、そうなったときにこれ、負担というのは文字通り負担ですので、どういう負担の仕方をするかとなったときに当然いろんなデメリットもあるし反対の意見も出てくるというふうに思ってます。だからどういう負担の形を作るかというのはある意味、どういう社会を目指すのかというところと一緒かなというふうに思っておりまして、で、だからそういう意味では例えば今回の本会議でも野党の皆さんの質疑で出てきたその具体的に負担の部分も実は提案がありました。所得税、金融所得課税、法人税見直したらどうかという提案もありました。で、ただ残念なのは具体的な数字がありませんでしたので、これ建設的な議論をもしするんであれば、ここはやっぱり具体的な議論というのが必要なんじゃないかというふうに思っております。いろんな前提はあると思いますが、じゃあ例えばさっき申し上げた野党の中で提案された所得税でやるんだと、これ本当に 3.6 兆円をじゃあ所得税で賄ったらどうなるかというところを少しずつ財務省一人当たりどれぐらいの負担になるかお示しいただければと思います。財務省中村審議官。お答えいたします。所得税の納税者数は5250万人おります。先生ご指摘のこのに基づきまして 3.6 兆円をこれ割りますと一人当たりの増加額年間では約6万9000円、月額では5700円との試算となります。伊佐君。もちろん税は累進性があります。ただこの500円だってある意味単純に平均で割った数字ですので、もちろんそれぞれが比較はできませんが、規模感としては1人当たり500円の保険財政を保険を使っていくか、税で所得税だけに寄せてしまうと、5700円単純にかかるわけです。で、そうなるとだから当然所得税って言ったらこれ若い世代働く世代が払ってるのが多くだと思いますので、いってこいになるわけです。もらう支給でもその負担するのは働く世代となって、だからそうじゃなくてじゃあ法人税にしましょうとなったら何が起こるかというと、当然法人税ってこれ賃上げの原資になりますので、そこを削ることになる。だから私言いたいことは何かというと、子ども子育て支援を充実させようというのは多分与野党皆さん一致するところだというふうに思っておりまして、それであればじゃあどういう負担がより良いのかというところをぜひ具体的に各党それぞれ案を提示していただいて議論すれば委員会でも非常に建設的な議論になるんじゃないかというふうに思っております。